こんにちは、こちらスティーブ・カーフンです。今日はあのまた言葉の勉強について話したいと思うんですよ。それでテーマはね、今日はその、まあ、変化。我々はその知らないうちに変化が起こっています、えー。有名なギリシャの哲,哲学者が ヘラクリテスあの言ったようにですね、同じ川にその足を二度踏み入れることはできません。だから感じてないにしても、いつも変わってます。我々もいつも進歩してますと、まあ。そういうテーマなんですよ。えー、この我々、私のビデオに興味がありましたらぜひ登録してください。えー、金のところに、えー、そのクリックすれば、えー、知らせ。 お届けします、えー、そしてぜひリンクにその来てください。僕と一緒に今日言葉を勉強しましょう。そうですね。今日はバンクーバーでね、天気が良くなくて、雨が多くて、それじゃゴルフできませんということで、あのそれじゃもうアラビア語を勉強しようと。そして集中的に3時間、iPad で 私のそれのレッスンをですね、主に、まあ、あのポッドキャスト、アルジャジーロのポッドキャストあのテクストにトランスクライブして読んでますけれども、それで今日は僕のそのスタティスティック、統計はですね、えー、確かにその新しいその知ってる単語の数が169増えました。結果的に。そして新しいその言葉を保存したっていうか、セーブしました、リンクを。 作りましたのが数が数、えー、それで、えーまあ、5,800以上の単語も読みました。まあ、そういう統計がリンクで出るわけですよ。まあ、それだけ僕は今日活躍しました。しかし、しかしながらその座,りな座りながらですね、勉強しながら僕感じたことはですねその始、ま、始まった時と3時間後の私が 全然進歩してないっていう感じがあるわけですよ。アラビア語の水準は一緒だと。その、新しい言葉をその勉強したというか、覚えましたというか、感じてないわけですよ。基本的には、僕はレブロは同じだという僕の習慣的な感じなんです。けれども、実際にはそうじゃないんです。実際には、この統計が知らせているように、新しい単語を勉強できたと。 たくさんのその単語も読みましたと。だから脳がね変わりました。少しでも変化がありました。だからギリシャの哲学者が言いましたようにもうそれも2000何百年前ですけれどもやはり二度と同じ川にその足が踏み入れ,れ,ない入れることはできませんという意味でいつも変化、変化、変化、変化がある。で 僕のアラビア語に対してもですね、今日の3時間で、じゃあ、非常にもう、進歩しましたという感じはないんですけれども、始まった時に比べて、もうのア、アラビア語が冒頭だけで、アラビアの文字は読めなくて、少しずつ、少しずつ、少しずつ進歩したわけですよ。結果的に、今の、あの、ポッドキャストですね、アルジャーゼロのポッドキャスト、聞けば、 かなりの部分分かるわけですよ。知らない単語がそんなに多くはないんです。だから実際には進歩があった。しかしこの進歩は感じない。えー、前にも言いました、その、触りました、そのドイツ人でね、その脳のそういう専門家ですけれども、脳がね、あの、勉強することに、その、できてる。 機ななんんでですすよ。よ。やるしかないんですよ勉強します脳が必ず勉強しますしかしゆっくりゆっくりだから我々は知らないうちに脳がいろんなその、新しい経験新しい刺激をその中からある程度整理して、えー、も,うもう勉強というか覚えてるわけでしょ必ず必ずだからあの、変化というのは必ずあるだから 勉強してるときに、いやもうどうしようもないんだと、全然進歩してないんだというふうにあの考えないでください。続ければ、続ければ必ず進歩する。それからもう一つは、今日僕のように3時間も集中的にその勉強するのもいいと思うんですよ。と,というのはあて、あるる時はね、そのもう30分,30分だけやったらね、 いやあれですよ、つまらないとか難しいとか、えー、しかし3時間やりながらさらにその意欲が出てくるそこまでも入り込んでね勉強するとなおさらまあ効果的だと思うんですよしかし基本的には続ければ勉強できる続ければ変化が起こるだから同じ川ではないんですというわけなんですよ それじゃあ今日はどうもそこまでさようなら。